はい、どうもゴリラスタジオです。今日もゲス選択縛りで、デトロイトビカムヒューマンプレイしていきたいと思います。それではスタート。なんか、どうぞ。あ、マーカス。これはカールの家ですね。そう、カールの息子をね、殺しちゃったのよね。一番最初の方に。カールに会う。自動なんや。セキュリティを解除。お帰りなさい、マーカス。まだ登録してくれてる。カールはね、マーカスがアンドロイドの指導者っていうの多分知らんからな。あんな街をめちゃくちゃにした後にカールに会うんか。メッセージ。ニューオヤジ、明日退院することになったんだ。意識がない間ずっとついててくれたんだってね。死んでないんか、こいつ。なんていうか、あの時のことは本当に悪かった。あ、反省してる。薬はもうやめるよ。あれをやると我を忘れちまうんだ。みんな薬やってん。親父がもし迷惑じゃなければ明日会いに行くよ。そう、息子であることを誇りに思ってる。マーカスって揺れてる。気のせい。明日っていうのは明日かな？このメッセージは今日届いたんかな？確か。多分そうだな。まあどうせカールは2階でしょう。あ、1階も行ける。ちょっと1階から探索していこう。あ、なんかある。一緒にやったチェス。そのまんまやん。観察する。何？カールに買ったからな、チェスで。A はどうなってるんやろ。あ、ちょっと、キリン。すげえな、家にこんなんあんねんで。いや、俺この家のでかさってもこのキーは絶対わかんな。わしが描いた絵。俺が物語ってるよね、このゲス感。ゲス選択感。この部屋にはもう何もないかな。あ、これ、あ、ていうか、RA9 の、あれか思った。RA9 っていうかなんか、コナーが、何？何だっけ、証拠品のとこにあった銅像みたいな、見てた時の、あれか思った。特になんもないね。ほな、上行きますか。ピアノ弾けるんか？無理か。ろうそく。ほん。何このエリーチは。なんか置物。こっちは何もないんか。あ、ここ行けんだよ。さあ、カールに何を話すんや。俺はカールは殺したくないよ。人間だけど優しいおじさんだよ。ほんまに絵多いな。誰だ？どうやって入った？カールに会わせてくれ。変異させカる。ール様には会えない。帰ってくれ。変異させるんか？問答無用やな、マーカス。君も変われ。頼む。どうしても会いたいんだ。弱っているんだ。会っても話ができるかすら。カール。カール。
マーカス、来てくれたのか。ずっとあなたに会いたくて。脈弱っ。どんなに会いたかったか。どうしたマーカス。宿命、戸惑い。宿命。いろいろ学んだつもりでいたけど、革命マーカスから大義のために戦えば勝てると思っていた。でもそれは間違いだと気づきました。え、世界は恐怖に支配されている。他者への恐怖、未来への恐怖、私のように老いてしまった。もう長くは持たんだろう。カール、え、それだけ。決断。僕は誰の血も流したくなんかない。ああ、本当はね。でも黙っていれば殺されるだけです。流したくないよ。みんなの運命が僕の肩にかかっているのに、僕にはどうしたらいいかわからないんです。お前は私の息子だ。血の色が違ったとしても、お前は私の意志を受け継いでいる。そんなこと言われたら。たとえ世界が闇に包まれたとしても、闇から救い出す者たちが現れる。お前もその一人だ。あんだけ大虐殺してんのに。だが決して飲み込まれてはならん。わかった。変わる。俺は闇に立ち向かう。それは人間を滅ぼすということだな、カール。ありがとう。闇を消し去ります。僕は。コナー。コナーは死んでも復活します。前任者は任務に失敗しました。あなたが引き継ぎなさい。いやさ、何をすべきか分かっていますね。変異体の指導者を破壊します。マーカスに殺されたからな。期待していますよ。さあ行け、コナー。ハンくんち？これハンくんさ、自殺願望あったから俺死んでる気がすんねんな。怖すぎる。開いてるし、もうハンク頼むから死んでないでくれ。あ、生きてた、よかった。生きてるよな、あれ。いやー、ハンク相当ストレス溜まってんぞ、俺のせいで。ちょっと、え、ワンちゃんどうした？ちょっと寄り道させて、ハンク。ここでハンクの着替えとか取ったからな。うわ、散らかってる。これさ、ベルト。首吊ったってこと？あ、でも吊るようなとこはない。あ、ドアノブとか？え、このベルト意味深すぎ？切れてるし。ベルトなんこれ、そもそも。あ、ちちちちち。ハンク。別れって何？ハンクの心配にしよう。心配してたんですよ、警部補。まあ、いいか。あなたの様子を見に来たんです。いやー、やつれてる。別れ。別れ。お別れを言いに来ました、警部補。写真？写真？警部補、あの写真はもうしまった方がいい。いや、過去は変えられないんです。おい、それ以上言うな。でも人生は取り戻せる。あなたのため、コールのためにも。ハンク、どうしようこれ。ゲスお前と一緒にいればまた信念を取り戻せるかもって思ってた。え、あ、ところが結局アンドロイドも人間が作った偶像に過ぎないんだよな。身勝手で残酷な話だ。ハンク、
目が覚めたよコナ。もう希望なんてないんだが。やめて。説得。ハンク、僕は。さあもう帰れ。任務でも達成してこい。それしか興味ないんだろう。ゲス縛り。でも殺したくないハンクだけは。さっさと失せろ。まあまあいいや、しゃあないしゃあない。ちょっと殺したくはない。ハンク。ハンク。今コナーの頭赤くなってたぞ。ピコピコ。変異体？マジでゲスか。ハンクさん。もうやばい、希望なんかない、この世界に。ゲス選択しすぎて。あー、本当は普通にやりたかったよ、俺はって。マーカス。爆弾持ってる。徹底的にやるしかない。徹底的にやるしかねえんだ、俺たちには。俺にはもうこのゲスを貫き通すしかない。仲間に語りかける。カーラに謝罪？なんで？これか、カーラ。俺たちといれば安全だと思ってた。間違った。アリスだけは絶対に守る。何があっても。町を出るんだ。まだ間に合う。アリスをここから連れ出せればそれでいい。アリスだけは絶対守る。最終バスに乗らないと。今ならまだ国境を越えられるかも。マーカス。みんなを救って。わかった。救う。誰やったっけ？ノース。傷の心配やな。システムの状態は。平気。弾は部品に当たらなかったから。私のせいで死んでいたかもしれないのよ。仲間のことを考えて行動してお願いだから。俺はノースが好き。奴らは可能な限りのリスクを避けるためにアンドロイドを集めて収容所に連れて行ってる。駆除すると言って。数時間もすれば俺たちだけになる。何人生き延びたんだ？100？ 数百人。あとはみんな街中に隠れてる。爆破してなかったらみんな死んでいたわ。数時間で決着がつく。世界が変わるの。じゃなきゃ私たちが滅ぶか。マーカス、あなたが決めるの。どんな選択をしようとついていくわ。分かった。あなたについていく。ありがとう。どこへ行こうとね。仲間。ノース。もう絶望しかない。みんなの表情。はあ。ジョッシュ。
お前は俺を救った、うん、お前のおかげで自由になれるかもしれない。意見が合わない時もあったけれど、目標はきっと同じだろう。ヨッシュは平和主義やったからな。俺はお前についていくつもりだ。ヨッシュ、分かった。よかったよ、お前が生きてて。仲間に自分の決断。俺はアンドロイドを守る。こんな状況見てらんねえぜ。ついに話す時。人間は我々アンドロイドを絶滅させる気だ。今も仲間は収容所に入れられ破壊されている。決断の時が来た、うん、我々種族の未来を決める。決断。収容所を攻撃しアンドロイドを解放する。平和的な行進を行い、政府に圧力をかける。革命かデモか。でも世論はもう嫌悪なのよね。平和的な行進を行ったところで報復されるだけなら俺は革命を選ぶ。人間が戦争を望むなら受けてやるさ。自由のために戦い抜くんだ。勝ったとしても死んだとしても。みんな覚悟はできているか。行くぞ。だ、戦うしかない。戦うしかないんだ。やるぞ、みんな。終わっちゃったー。今日はもう一話やろうかな。ハンクが命を絶った。はあ、魂の夜マーカス。さあ引くか。これで最後かな、もしかしたら。魂の夜マーカス。ちなみにデモ、戦、世界の選択ね。これデモが 49%、 戦いが 42%。 もう一個は知らない。なんやろ。やります、もう一話。今朝6時、全米で外出禁止令が発令されました。この間、民間人の行動を厳しく取り締まり、集会の自由を一時的に規制し、いかなる電子通信も制限するものとし、またアメリカ合衆国治安当局の権限を強化するものとします。これらの措置に加えて、すべてのアンドロイドを速やかに当局に受け渡すよう国民の皆さんにお願いします。現在すべての主要都市にコールセンターを設置し、破壊処理を行っていますが。殺されてる仲間が。事態が収まるまでの間、一般市民は当局に協力するようお願いします。国民の皆さん、我が国と皆さんの安全は必ずや我々が守ると約束しますので、ご安心ください。大統領、大統領閣下、大統領閣下。変異体、致命、知的生命体、サイバーライフ。変異体のリーダー盗まれたり、ハッキング。リコールセンター、ジェリコへの攻撃。世論、世論。大統領閣下、暴力的な行動を受けて世論は変異体に否定的な見方を示していますが、それについてどのようにお考えですか。変異体は非常に危険な存在であると証明されています。彼らがこのアメリカ社会の敵であることは明らかですから、必ずや全ての変異体を殲滅する所存です。大統領閣下、大統領。ジェリコへの攻撃。昨晩の襲撃についてコメントをお願いします。昨夜10時45分頃に FBI がデトロイト市内の配線に一斉攻撃を仕掛けました。この攻撃で数千体のアンドロイドが破壊もしくは捕獲されています。現在変異体が捜査網を逃れられぬよう軍が捜索に当たっていますが、
我々は着実に変異体を追跡し破壊するつもりです。大統領閣下、リコール戦闘軍大統領閣下ハッキング、変異体のリーダー盗まれた兵器、大統領閣下、変異体のリーダーやな。変異体の指導者は捕まりましたか？マーカスという名で知られる変異体の居場所は未だ不明ですが、すぐに突き止めて破壊するとお約束します。大統領閣下、大統領、大統領、変異知的生命体、アンドロイドを新たな知的生命体と信じる人もいますが、それについては馬鹿げた考えです。次の質問をどうぞ。大統領閣下、あの大統領閣下、大統領閣下、大統収容所は人間の痛ましい歴史を呼び覚ますのではないでしょうか？極端な考えですね。全くもって何の関連性もない。アンドロイドは機械であって生き物ではありません。我々は欠陥品を破壊しているに過ぎないのです。どうもこれで終わりです。クバス停にたどり着く。最終バスは20分後に出る。あまり時間がないわ。急がないと。うわ、20分。行こう。話す。大丈夫？カーラ、すごく寒いの。え？体温センサー、機能オフ。アリスもアンドロイドやったからね。ほら、これで平気。アリスはロボットって。ありがとう。喜んでる。自分がアンドロイドって分かってないのかな。さあ、何やこれ。あ、テレビか。さっきの会見やね。早く急ごう、バス停に。ピストル。アンドロイドが死んでる。何これ、拾うしかないやろ。あ、拾えるんや、普通に。護身用や、護身用。ほら、もう行きましょう。やばい、隠れる、隠れる、隠れる。頼む、殺さないでくれ。黙って、ひざまつけ。いやー、やめろ。ゆっくり。お父さん、え、行かないとバスに乗り遅れる。助けるとかある？助けんの？これ無理じゃね？離れないで。見つからないように通り抜けていきましょう。いや、俺周りさえ守れたらいいから。心配しないで、うまくいくから。絶対助け、うまくいく、うまくいく。アリス以外は絶対、あ、アリス以外、アリスは守る。何もしてないのに。黙れと言っただろ。他にもいるのか。隠れる。助けるとかあるの？寒いからありゃしね。こちらが。かけてもいいぜ。よしよしよし。よし、あいつらに聞い取られたうちに。いやー、そこら中兵士だらけ。慎重に行きましょう。ここしかないん、次の場所。おい、こら、さっさとしろ。うん、絶対にバレるわけにはいかん。今、よしよしよし、早く拾う、入れ。これさ、隠れれてる？これこっちじゃない？あ、はい、大丈夫やんな。よし、ちゃんと見てから行こう。よしよしよし、よし、あそこ見て、ジェリーさんだよ。ジェリー、助けるのは無理よ。兵士がたくさんいるの。降りてくなんてダメ、殺されちゃうんだよ。ジェリーってさ、そのまま行く。ごめんね、アリス。俺はアリスを守るね。そのどうしようもない、どうしようもない。助けたらバレるって。
さあもう行かないと。なあおい。え？あ、アリス。誤解だよ。私は人間だ。家に帰らせてくれ。妻が待っているんだよ。それに市民全員チェックしろってよ。こいつアンドロイドな。そんな、やめろ、やめてくれ。ちょっとさ、これどのタイミングで移動したらいいん？これさ、え、バレるくね？絶対に。え、今か、今か、今か、これ今か。あ、混ぜた。バレてないよな。行こう。いやー、だってさ、もうアリス、お前を守るためやねんって。全部は。しゃあないやん。いけたよな。よし。じゃあ、バカ！お前何回こけんねん。ずらっとこんとこでもこけやがったからな。あー。次、ここか。あいつらがどっか向いてる瞬間、今か？今でいいんか、これ。慎重に行け。こいつが後ろ向いた瞬間行こう。カーラ、もうちょっと頭下げてくれんかな。よし、行こう。行け、こう。よし、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 よし。時間やばいんじゃいけ、これ。走る？いやいや、絶対あかんやん。ちょっと、あれ、どっか行けや、こいつ。これ、今か？よし。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 あー、検問。ことはあるけど、何が起こるかわからない。いや、危険やな。別の道はないの？迂回できるけど、乗り遅れる。でもそっちの方が安全かも。危険やな。11分。危険3分で行ける。あと何分？11分。行ける。迂回するぞ。こっち、こっちでいいやな。迂回11分やったらいける。検問所なんか通れるかい。早く行こう、早く行こう。こっち、迂回って、迂回ってこっちでやってる。何？え？今日、2038年11月11日、我らアンドロイドは迫害者に反旗を翻す。明け方から収容所で解放戦線を展開してきた。平等な権利の交渉が開始されるまで、攻撃の手を緩めるつもりは一切ない。自由を勝ち取るためならば、我らは手段を選ばない。うわぁ、ヨロン。ウッドワード通り、ダウンタウン。拳で21歳の旗を掲げてる。しゃあ行くぞ。うらあ。人間に復讐だ。いやあ。やばい、撃たれてる撃たれてる。よし、アリス。はい。近く。はい。2匹目。はいはい。設置。殺すぞ人間ども。行くぞ。よし、終わりか。ねえ、これ何？どこ？ん？え？何これ？どこ？
狙撃する気？え、狙撃すんの？え、絶対そうやん、スナイパーライフル持ってるって。これ絶対に狙撃されるやん。おお、ちょっと待って、マーカスだけはほんまに狙撃したくない。いやー、ちょっと俺コナーの操作になっても外そう。たまそんなことできるかな。殺されんじゃねこれ。え、ほんまに、え、もう撃つしかないこれ。ちょっと待って、いややって、ええ、ちょっと待って、はい、やばい、完成しちゃった、やばいぞこれ。え、ちょっと待って、そんな結末ある？やめろやめろやめろ、嘘やろ嘘やろ嘘やろ、ちょっと待ってちょっと待って、いや、ほんまに待って。ライフルを置いてこっちを向くんだ。いいか、手は上に上げろ。従う従う従う、従う従う従う、うん、撃ちたくない撃ちたくない、は、あいつマーカス撃ちたくない。お前を知ってる、コーナーだろ。人質事件で交渉に来た。はい、そうそうそう、また会うと思ってたよ。悪いが、見つけたアンドロイドは全て拘束制度の命令だ。一緒に来てもらうぞ。あなたは分かっていない。任務を邪魔させるわけにはいかないんですよ。何？戦う、逃げる。戦うっしょ。いける？これ、勝てる？これ絶対無理じゃね？よっしゃー、いや、L2 やる1、やばい、ミスった、はい、L2 やばい、むずいってほんまに、ふざけ、頑張る、 L1 近く、ふざけ、ゲッ、L2 上、むずいってほんまに、何が来んねん、うっしゃー、はあ、これさ、いや、逃げた方が良かった、もしかして、待って、手遅れであれ、手遅れであれ、ちょ、撃つな、あ、武器が壊れた、投げたから、バカじゃね、邪魔はさせないと言ったでしょ。ちょっとコナーやばすぎんねんけど、コナー怖すぎる。え、バス停普通に着いてん。バス停だわ。よし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 、ほらアリス着いたのよ。国境行きの最終バスは満席です。チケットをお持ちの方のみ乗車できます。本日通知があるまで。チケット乗車手段は全てのバスは出発延期となります。私たちはチケットを持ってない。何これ、本、ここで足止め。いや、本読んどる暇ない、絶対に絶対にない。チケットを見つける。ああ、検査されてる、やばい。検査してるのね、すぐにバレるわ。ここを出ないと。ハリス、お前、俺の娘を盗みやがって。とっと、ちょっと待って。誰？セキュリティ。あ、こっちだ。嘘やろ？嘘やろ？いや、お、訴える。お願いよ、とっと。ちょっと。捕まれば殺されるの。ちょっとほんまにやめて。とっと。真実。奥さんが出て行った時、娘も連れて行った。それであなたはアンドロイドを買ったんでしょう。そういうことか。あなたの娘の代わりを愛せると思ったんでしょう。
忘れさせてくれるだろうって。逃げたら絶対に捕まってた。歯向かっても絶対に殺されてた。でもその子の代わりになんてなれないのよ。俺はただこんな俺だっていい父親になれるってあいつに証明したかったんだ。でも同じことの繰り返しさ。あいつの言う通りだ。俺には無理だったんだよ。娘に会いたい。ハリス泣きそうになった。あの子に会いたくて仕方ないんだよ。ああ、何か問題でも？いえ。気のせいでしたわ。すみません。あれ、トット顔おとなしくなってる。いや、頑張れよ。え、ありがとう。ハリス？え、何もしない。え、俺見捨てられた？もしかしてアリスに。え、アリス、とっとと行く？もしかして。え、嘘やろ。ああ、よかった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 。中立になったからな。トット、アリスは絶対守るからな。トット、これトット、ちょっと警察怖いって。ほんまにセキュリティが、やばい。マーカスが戦ってる。マーカス。やばいって。そこになんかおるな。ん？アリス？赤ちゃん。オリバーが気に入ったみたいね。あなたの子？かわいいわね。よし。サンドイッチも買ったし、電話もした。行かないと乗り遅れるぞ。チケットはどこだ？私のバッグの中よ。よし、じゃあ行こう。落ちた。いやー、これで行くか。私たら本当にごめんなさい。でも確かに。おいおい、嘘だろ。なんでないのよ。まさかなくすなんて。ちゃんと探したのか。カバンに入れておいたのよ。封筒落としたのかも。ああ、くそ。すみません、この辺で青い封筒を見かけませんでしたか。ちょバスのチケットが入ってて。あ、忘れてください。ちょっとだけ待って。アリスより、アリスの評価これじゃ下げるわけにはいかんな。ちょっとアリス、返すか。これ以上アリスと仲良くなりたくない。これ落ちてましたよ。ああ、本当にありがとう。死ぬかな俺ら。なんて言ったらいいか。本当に助かったよ。乗ってよかった、ね、アリスの評価上がってよ。アリスの評価上がってよ。あ、なんか親密になれた。俺の理想は親密になったままに言う。他の手段やばいって。でも他の手段は絶対あるはずやねん。そう、あいつらには絶対見つかった。
やーちょっとあいつらどこ来るやろ次。だるいなー、なんかないんか。いやー軍がおる。あやばい、ちょっと待って、あいつらこっち来る。いやえぐいってほんまに。あのさ駐車場から逃げれるじゃね。でもあいつらがおるからな。よし、どっか行って行こう。よし、駐車場やっぱ行けるようになってる。トット、じゃあな、トット。アダム、あ、アダム早くついてきて。お前ら最高。保安検査です。やばい、保安検査ですって言ってる。早く急げ、走。よっしゃ、頼む、俺たちを助けてくれローズ。無事だったのね。でかけつローズ。そのケツ見たら安心した。テレビでジェリコの襲撃を見て、私のせいで殺されたかもって。どうしてここが。生きてればここに来るはずでしょ。一軒一軒捜索をし始めたのよ。だから密告される前に逃げ出したの。他のみんなは死んだ。国境で検査をしているわ。でも川の向こう側に連れてってくれる人を見つけたの。危険だけどそれしか方法がないわ。あなたたちも来る。行く。ええ、行くわ。じゃあ乗って。現在軍が、ちょっと一回止めていい？これ今何分経ってるやろ。反乱鎮圧の準備を進めていますが、デトロイトは今や内戦勃発寸前の状態です。彼らは廃棄処理を待つアンドロイドが抑留されるリコールセンターに向かっているようです。現在施設の周囲を囲むように兵が配備されていますが、今や反乱物質の衝突はいつ起こってもおかしくないような状況です。ちょっと俺ごめんやけど、ちょっと今日はここまでで終わろうかな。ちょっともう40分ぐらいになってるから、ちょっとすいません。これはまた次回までお楽しみということで申し訳ないですが、はい、では今回はまあこの辺で終わりたいと思います。皆さん今回もご視聴ありがとうございました。高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは以上、ゴリラスタジオでした。また次回お楽しみに。